昨日、松江市の上貞昭人市長が試食したのは、新ご当地ブランド和洋菓子、五円おむすびです。新型コロナで大きな打撃を受ける中、老舗和菓子店と食品メーカー4社がタッグを組み、1年半の構想を経て女性をターゲットに各店の強みを生かした和洋菓子4商品を開発しました。お菓子屋が、みんなで力を合わせて作った商品ですので、沈んだ気持ちとかもこう上がるようにいいスタートが切れたらいいなと思います。各店の趣向を凝らした新銘菓五円おむすびは今日から一畑百貨店松江店などで販売されます。